どうもどうも、井上真です。ノーミルクサトでございます。サッカーアカデミーと申します。毎日やってます。今日はこちらです。どこの選手を見よう、エルゴラ×ミルアカ選手名鑑コラボお願いいたします。<ー>サッカーをもっともっと楽しむためにということでございまして。わはい。なるほど。 ま、ちょっと J1、J2、はい、の第2節で輝いた選手をと今回5人ピックアップさせていただきまして、はい。どんなプロフィールなのか、みんなで見ていこうじゃないかということでございます。あ、そビアカバイやってます。チャンネル登録、いつもやってますよ。お願いします。エルゴラさんもよろしくで、はい、しす。ということで1人目行きましょう。この選手から、はいはい。新山田。新山田。ね。はい。ああ、おすごい情報がたくさん。 はい、はい、川崎フロンターレの第、うん、ソズルーキーの選手でございます。はい、はい、そしてえ第二節にしてえカシマアントラーズ相手にえプロ初ゴールを決めた選手ですね。おお、惜しかったですよね。そうですね。乗ってけるんじゃないですか、22歳。ね、そうなのよ。はいはい、はい、あの山田選手ね、そのカシ戦でゴール決めたけど、思えば川崎ってマツ凄くて。はい 2020は旗手くんかな、で2021が宮城天空、2022が佐々木朝輝さんで、2022が山田真選手と、あと鹿島戦でみんなプロ初ゴール決めてるんですよ。いやー、なるほど。なんかすごいチームですよね。だけに鹿島もね、やりれたくなかったわけでしょ、そうなんだよ、ね、あの試合の裏にはそれもあったけど、それはもう,もう、っかしてみせたという、うん、そうなんだよね。ねただね、まさに伏線っていうのは、すごい昔からこの山田選手っていろいろありまして。おおおうんそう 最近のところで言うと、はい、あの元旦に、はいえー、今回あの、天皇杯は、えーはい、11月、10月に行われましたから、うん、ワールドカップの関係で、うん、1>, 1月1日はあの大学のインカレ決勝があったんですよね、桐蔭、うん、横浜大ベース、新潟医療福祉大っていう、はい、そこでなんとその試合、最終的には桐蔭横,横浜大が勝ったんですけど、うん、後半、アディショナルタイムに決勝ゴールが生まれるんですよ。はい それを決めたのがこの男、山田シです。なんかそういう勝負強さ持っとるわけですね。そうなんですよねで。ちなみに山田選手はこの間の,その鹿島戦の後言ったのが、正直0ロ1のので負けてたけど、正直負けてるって感じはしなかったし、な、うん何ならうち,うちが逆転するものとばかり思ってたみたいなこと言ってるんですよ。<ー>彼はあの川崎の下ス組織からずっと所属してるんですけど、カブス部組織自からやっぱ川崎ってそういうあの劇的なものを見てるから。林優さん見てるから。そう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 。うん だから、そういうチームだと思ってるから、ね、俺らは点取れるばかりとは思ってた、ウルトラマンがちょっとやられても最後ね、スペシウム光線出るって知ってるから。そうなのよね。ねちょっと取りが悪かったですからごめんなさい。いや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 うん、うん、っていうところはあったんだろうな、なね、と。うん。なおそらく彼に関しても、まあ、それこそフル代表を目指してっていう選手になるでしょうから、はい 皆さん、この名前は覚えておいていただけると助かります、たぶん。新山膜に新山だ、新山だって言ってるわけね。<laughs> いいそうなんだよね。これねの辺もー見ますと、悩みがね、髪型で悩んでらっしゃるということで。うん、今年のプライベートの目標は、<laughs> 垢抜けたいということでね。そうだよね。やってますけどね、今このね。のねそうなんだよね。うん。うん、まただ、どう、どういうふうにこの髪型をこう、変わっていくのかってことも注目ですよね。そうでーゃにどうね。 見てもらうかっていうのは大事ですからね。確かにね。髪型とかもいいんじゃないでしょうか。そうだね。注目でございます。はい。そして今度は二人目聞きましょう。こちらでございます。トンえオータッシュスケッセンズでございます。出まそうなんだよね。J ワンデビュー戦になりましたこの新潟 V.S 広島の試合でしたね。ではデビュー戦でワンゴールワンアシスト相当な活躍でございました。はい。 うん。で、大田修介選手、実は、あの、甲府出身で、うん、てか、甲府の下部組織、アンダー15、アンダー18で、日体大進んだ後に、甲府から、甲府でプロデビューしたという選手でございます。はい,はいはいはい。まただ、ちょっと、怪我とかもあったんですけど、うん、大卒ルーキーの年とか2年目の年っていうのは、全然試合出られなくて、2年間で5試合しか出てないんですよね。 それが三年目に池ばっば、もう大爆発してというか。で、そう、大爆発三十一試合出て、まあ町田に引っこ抜かれてる状態になって、で、町田で二年連続、二試合、えー、ごめんなさい、二年間で二十ゴール決めて、うん、大活躍の後、この j ン新潟に引っこ抜かれたという。なるほど。うん、選手でございますと。はいはいはい。その甲府でプロ人生を始めて、 ま、結果的にこう J1 に来て、そして同じく右ウィングだっていうところからちょっと二代目伊藤淳也感もあるんですよね。ああ、ちょっと苦労人というかね。 だし、で、うん、高速ラインブレーカーみたいな、なね、そういう意味とかもありますからね。そういうことですもんね。そうなんでございます。はい。ご注目いただきたい選手でございます、ね。ご飯のお供は海苔の佃煮っりっていうことでね。<laughs> いいね <laughs> これは新潟でね、お米のせて食べたら美味しいっしょ、これね。食べたらなんてい。そういうことですよ、ねう。吉岡里穂さんをね、ちらちら意識してらっしゃるってですね。<laughs> という太田選手でございます。はい。背番号十一番。はい。はい。そして三人目は今度こちらでございます。どんなタイミングで選手メーカーのこの写真撮ったんですか。ねこれ話題ですよね。やべっスタジアムでもこの髪型が話題でしたけどもね。そうですもんね。頑張れですよ。いい髪型です。はい。思えばもう三年目でございます。プロジェン。はい。 そして、ただ、マリノスからの完全移籍を果たした、カバヤマ選手ですと。思えばね、そのマリノス1年目の開幕戦では、はい、ええー、いきなりのプロ初スタメンなんです。そうでしたよね。躍動してる、うん、もうあれがもう2シーズン前ですかそうなんですよね。早いね。早いですね,ね。広告トリオが、みたいな。ありましたもんね。はい、ただ思えば、最初は、えー、マリノスで出たけど、後半戦は山形にレンタルされまして、<laughs> うん 頑張ってで、去年に関しても、最初は、えー、マリノスにいたんだけど、途中から山形にレンタルしてっていう2年間を送っておりましたと、ただその1年目ですよね、えーあの、コースルーキーのシーズンで山形に行ったってのが、一つのドラマになってて、うんうん、その時最初の年の山形で出会ったコーチが、現、サガントス指揮官、河合健太さんなんですよ。だから引っこ抜いたみたいなところもあったみたいでと。 うんどうやら、なんか去年もこれ一応ここにも書いてあるんですけど、うんうん、あの、マイノスから途中で山形にレンタルで行きましたが、はい、その段階でトスに行くって考えたとか、そういうオファーもあったみたいですね。なんだけど、一回もう一回山形に行って、プロのその研鑽積んで、今回満を持してトスにやってきたというところになってな、ね、はい。で、開幕2試合であのゴールと。うん、いや、すごいゴールを3人ね、えー。あれはちょっと。 と歴史に残るような私の中ではね、素晴らしいしねそういうのありましたよね。世界にめっかっちゃうんじゃないですか。そんな感じなところはありますね。春ちゃんも見てたんじゃないですか、あのシーンは。この子、な何この子ってい,い,いや、見てくれてるといいですけどね。顔がね、選手仲がいいということ連携も楽しみですね。 あとはゴルフがうまくなる点、今年の目標だということで。<laughs> <laughs> すごいなーってのがありますね <laughs>、うん。オフに結構やる時間あるんですかねそうですよね。なんか野球選手もサッカー選手もよく多いですよね、今年の目標ってことは、手術中もバリバリやる気ってことですか,だか途中あれですかね。あの、打ちっぱなしとか練習するとかってこともあるんですかね、<ー>もしかしたらね。時間あるからまあね、上半身と下半身だから。ね。違うかって感じなんでしょうね、<laughs> このぐらいになっちゃうとね。<laughs> 気分転換は悪いでしょうしね、きっとね。うん。そんな河合山選手でございましただいぶ変わってますからね、こっからちょっと変わりましたね。楽しみですそう色も形も全然違うよ、これと。そうだね。そして続いて4人目、今度こちらでございます。はい、ドン、水戸堀北、梅田赤斗と選手でございます。あー、出た。もね、インタビューさせていただいたことがありますもんね。3、4回出ていただきましたからね、ミルワカニには。ありがとうございます。いらっしゃいますもんね。 はい。いやー、やっぱちょっと一口メモのところにも下書いてありますけど、はい、やっぱ思い出されるのはやっぱ去年ですよね。はい、加入後初ゴールを決めた第21節山形戦の後の涙を見る者の胸を圧倒させたという。インタビューでも大号泣ってのがありましたからね。そんなところから今回は第2節にして、うん、えー、水戸の初ゴール、今季初ゴールを決めたという立ダ選手でございました。い,い,うん、いやー、今年はだから去年は3ゴールでしたけれども、 これはもっといきそうな感じありますよね。そうね。うん,う,んうん。あとなんかこれすごいなと思うのはこれ13番ですか、うん、目標のところ書いてますけど 2>、うんえー、2桁取るぞ、そして昇格するぞっていう目標の後、身内の健康と。い 身の回りの方々思、ね、うん、周りの健康を願うっていうのは素晴らしいことです、ね、すごいことですよね好きなご飯のお供はしらすということでここはね海藤さん納豆って言っとかないとダメなんですよ <laughs> 嘘でもねこれはしらすも書いていいですけど納豆も書いて,いてくださいなるほどな <laughs> <laughs> ね。いやいやいや <laughs> あとは、こう、びっくりしたのが、結構何回も見るわけでは出ていただきましたけども、はい、実は趣味が麻雀ということでね。ほら、なるほど、なんてところもあったりするのと。考えるタイプこれでも分かりますよね。ね趣味麻雀ジャンだとか、知的なね。知略化っていうのも伝わってきますし、プログレス、これ、石川さんでしょうんうん。っていうことはやっぱ仕事の流儀見てるってことでしょうプロフェッショナル。<laughs> だから真面目な方で、あれにモチベーションもらってるね。 あと一歩だけ前にって言って早く縛ってやってるわけですなるほどねあとはうん。納豆と言わずに知らすとちゃんと生きることですずっと探していたってなるかもしれないですかそこでストライクあるんですからあとは梅田選手ねこれあの 5番のところと10番のところに、まあ、徳永選手って名前があったり、10番の時には前田選手の名前があったりと、うん、いわゆるあの時の宮崎のチームメイトたちですよね。うんうん、ねの名前が書いてあるのもなんかちょっと宮崎サポからさ、こうちょっとワクワクするところだったりするんじゃないのかな、なんてのもちょっと思ったりっ、うんはい、してます。よね,これねそうですね。うん、はい、ということで梅田選手でございました。あ、後で川原さんとかも、ね。はい そうだね。ライバルというか、大学が一緒なんですね。大学ですね。ししょそうなんですよ。ちょっと先に行かれてる感があるんじゃないですか。うん、いや、それはあるよね。あそこもうまくっていきましょう、これ。追っていきたいところですね。<ー>はい。はい、そして続いて今度こちらでございます えー、今日のラストはえー、徳島の<お>西野太陽選手でございます。そうなんですよ。あのー、<coughs> 2021シーズンでね、はい、徳島でプロデビューして、今年3年目というところですけれども、うんうん、なかなか去年とか、ちょっとなかなか結果出なくて、得点とかまだだったんですが、はいえー、今季は開幕戦で途中,する途中出場すると、初ゴールをゲットし、はいえー、今シー節第2節ではスタメンに抜擢されて、2試合連続ゴール。 を決めると、ことほら、徳島のフォワードってあの、森海斗選手が来たり、あと柿谷選手、はい、渡里選手、千葉カンタ選手などなどと、すごいたくさんいるじゃないですか、才能にあふれたようなね、なんかちょっと、そうなんですよ、<ー>だから西野選手、ちょっとどうなんだろうなんて話とかも、もともとあったんですけど、うん、いざ開幕してみたら、もう今、フォワードの一番手まで一気に駆け上がってきたなってい、そうなんですよねセンチ大きいんですね。<laughs> そうなんですよね。うん、もう純正ストライカーなね、えー、選手でございますけど。はいはい、え今年の目標が5点取りますと書いてますが、すでに2点取ってるので。ああ、じゃあもう情報修正しましょう、これ。そうですね。ねうん、これだからなんならスタンスでハットトリック決めたらもう達成ですから。<laughs> そうでしょ <laughs> ところ、これちょっと、うん。 あるんじゃないなんてところもありますよね。で言ったら80点ぐらいいけるわけでしょこれでいやいやいや、<笑><笑>2試合で確かにね。ねうん、そうだね。うん、ちなみに好きなねあの、よく、最近よく聞く曲ってこれ、ゾーンさんのマイライフなんて書いてますて、やっぱあのヒップホップ系の方でもあってるので、えー やっぱそういう成り上がりじゃなきゃね。夏の違オーディション。そっちじゃないんですよね。ヒップアップアーティストのね、ゾーンさんになっております。君と夏の終わり。なんでそっか。なんでマイライフだったのに夏の終わりばっかり言うんで。ことで、野選手ね。これからも皆さんご注目いただければと思います。お願いします。ありがとうございます。 ってことでええこんな感じで書いてあるエルゴラさんの皆さんねこの選手メーカーすで、ね、発売されておりますぜひね、えー、お手元にご用用いただければと思います、うん、ハンディ版そしてね、はいうん、プレイヤーズガイドありますからね,うねそうなのよとプレイヤーズガイド何が入ってるジーパンのね右後ろのポケットにも入っちゃうぐらい、うん、ちっちゃいね <laughs> そしてねお風呂の中で読んでも全部ね表紙がねあ,のあれですよ水をはじく、ね、そうだねうう確かにねそうそうそうなんですよ、うん あと、皆さん、エルグラスさん、今年はね、その J1、J2、それぞれのね、あの、エルグラプラスっていうのも、貸し名以外にもあったりしますけれども、え、今年から各チーム版なんてことも出ておりますので、え、これ J1 チームに限った話ではありますが、え、そちらもぜひ読んでみていただければと思います。アプリにもね、メーカーに持ってこれるからね、これ持ってかならってもスタジアムでは、こう、ピピッと見れちゃうっいういですよね,ね。いいよね。お楽しみくださいませ。とい,まということでした。いい顔してますね、皆さんね。どういうふうに、こう、たくましく成長されるんでしょうね。楽しみで。 うん、楽しいでございます。さあ、ということです、ありがとうございました。ありがとうございましたということで。毎日やっております。チャンネル登録、高評価、ボタン、ぜひよろしくお願いします。いま,すまた、お会いしましょう。<た>じゃあね。また、朝晩、毎日出してます。